危ない。オッケーオッケー、無敵スキルには無敵スキル。おいおい、気絶させてしまったぜ。オッケー。はい、どうもひたまりです。今回はね、まあ七部会のまあドンキホーテオフラミンゴを使っていこうかなと思うんですけど、なんかね、ドフィーね、いける気がするんだよね、意外と。まあ、なんでかっていうと、まあまずね、まあおでん様は知らないけど、まあロジャーからはね、結構耐えられるんじゃないかなって思います。まあ相手をね、倒す目的じゃなくて時間稼ぎする目的、まあ怠慢だったらなし、2対1とかだったらそれは無理だけども、まあ今回はドフィーを使ってなんかなんだかんだ生きるするんじゃない、1残ったりするから、まあやっていきたいと思います。レッツラッゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。まあ今回はね、ちょっといつものハイテンションを封印します。まあなんでかっていうと、もちろん僕は今日は知的に立ち回っていきたいからだと思います。とりあえずここは初期地蔵化があるドフィーが取ってもいいのではって思ったのでここを取りました。はい、今回は知的です。今回はいつもの僕とは違います。知的です。知的なのでね、まあいつもみたいにはーとかいう声は出さないんで、やっぱドフィーを使う上ではね、知的に立ち回ることが一番いいのではと思っておりまして、カムサリを使わせてあげたいというこの今の気持ち。うん、すごい海賊王、さすが海賊王。オッケー、2対1だ2対1だ。オッケー、あっちだ、あっち行こう、あっち今12だ。オッケーオッケー、守りに行こう。オッケーオッケー、じゃあ今行こう。オッケー、ここでスキルを打っていく。うん、誰にも当たらない。しかし知的だから大丈夫。さあここは安心してください。知的ですね、知的なんで大丈夫です。オッケー、ここはこう、ここはこう。あ、これ旗取られたんで知的なんでやばいですね。これはもう無理です、諦めましょう。知的に諦めます。ここは一旦諦めて、あー、知的にここはカバーしてきてくれたんでね。オッケー、うんうんうん、あっち守りに行きます。あ、やばい、じゃあこっち攻めます。こっち攻めていきたいと思います。相手の一陣スカスカなんでね、ドフィー君の機動力で攻めます。ここは肉を食って攻めます。次は多分シャンブルザンドレッドホークだけ危険なんでね。危ない。ジャスト回避じゃないんですかねこれは。まあとりあえずすいません。いや、あれジャスト回避だけどね。まあ知的にね、あれはちょっとジャスト回避、見ててジャスト回避なんでね、ちょっとあれはちょっと納得できないんで、はいはいはい、今のは知的です、知的なやつです。 OK です。ここはとりあえずブーストが来たんでカウンターショック決めていきたいと思います。これは多分もう一個のスキル警戒でこっち行きます。これは当たっていきます。ちょっとこれはまずい感じちょっと出ます。回避読んで OK です。ここはあとは待ってるだけでルフィ君はやられます。1、2、3、おい、かっこよ今の、待って今のかっこよくね、待って待って、1、2、3、うえい、ちょっと中二病精神がね、ちょっと今いじくられましたけど、さあオッケー、あとはここを守るだけなんですけど、さあね、やっぱおでんくんがきついな、おでんくんきついわ、ちょおでんくんガチきついわ、こいつ出し速度早すぎだろ、間に合わないよそんな。で見てから避けれないしさ、スキル、あー、フライ、カウンターショックがね、カウンター、これマジおでんさんはきつすぎん？な、これ俺いつも言ってるけどさ、本当にさ、ロジャー出なくてよかったと思います。ロジャー絶対出た方が良くなかったっすか？だからロジャーいなかったらおでん一強時代じゃないっすか？お、え、天才ムーブ来ました、天才ムーブ来ました。はい、天才知的です、知的です、僕は今日知的です。え、これ決まったらマジでかっこいい。はい、知的です。おい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 、あっちだよバカ野郎。あ、全然バカじゃないですね。はい、知的でした。ありがとうございます。知的ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。もう知的モード解禁します。解除します。なんかやっぱりおでん最強じゃないですか。なんか、ロジャーいなかったらさ、誰がおでん止めれんだろうみたいな、俺の中ですごい思うんですよね。だって今、ロジャーがいないことを考えると、多分、まあ、ビッグマムが生き残ってて、ビッグマムとおでんの2強なんですよね。つまり、もうゲッター以外いらない時代じゃないですか。なんか今だったら、まあ、ロジャーのおかげで、やっぱりアタッカーも必要みたいになってるじゃないですか。まあ、だから、俺は結構いいバランスだとは思うんだけども、ねっと逃げていく、これは逃げれる、そして、クローズされるのは目に見えてる。おいおい、気絶、さあ、いいよ。ここでね、もう3人引きつけてるんですよね、リスボンの人も含めて。おい、え、ここ溜めてない、全然溜めてない。おい、取れちゃったー、うわ、まあ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 、ディフェンダーをね、ここで時間稼ぎできるということで。あー、狙ってんな、クローズ狙ってるよ、あれ奥の人。おい、一発、二発、三発、オッケー、狙ってるね、狙ってるの見えてます。オッケー、回避、これが知的ムーブ。二人目は聞いてないわ、そんなんさ、クローズクローズは無理やん、クローズの距離長すぎだろ。ちょっと待って、まあ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 、
まあまあでもね、黒ひげ2人をねあんなにスキル使わせたのはでかくないですか、正直。うん、でかいと思います。ちょっと今日ダメだ。あ、カタクリはねロジャー倒せないんですよ。ほら2しか食らってないんだよ。いや、こう考えるとね、やっぱアタッカーがディフェンダー全然倒せない、バランスとしては結構素晴らしいのではないかなって僕は思うんですよね。あー、やっと倒せたか。これねわざと座れようかなと思います。それでカウンターショックされます。ありがとうございます、いただきます。で、ここはさっき少しゲージ減らしておいたので行くと見せかけていかない。そしてこっち行く。はい、ここ取れてしまう。あー、結構ちゃんと貯めてる方だった。オッケー。おい、なんでカウンターショック。おお、ぶだぶだぶだ。あ、そういうことか、そういうことか、そういうことか。ああ、なるほどね、ロジャーを見えてたんだ。この人上手い人なんだ。あぶね。はい、おお、これ敵味方か。さあ、オッケー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 。さあ、これはゴドリなんじゃないでしょうか。やっぱ知的にねムーブしたことによって。もしかしてバギー今の。うわー、100レベルフルブバギーガチ勢だ。え、待て待て、一陣に黒ひげ来てんだけど、なんで。まあいっか。でも倒せないですよね、やっぱドフィーこの環境。さあ、じゃあロジャー、あ、さっき言ってたオープニングの時言ってたロジャーの時間稼ぎ、やっぱ時間稼げれば僕全然いいと思うんですよね。やっぱ倒されないことが先決だと思うんで。おいおい、ジャスト回避分かってよ今そんなのは。あ、こっちこっちじゃなくていい気がするな。あ、じゃあ任せよ任せよ。あ、ありがとう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 。やられないようにね。やらない、やらなければ大丈夫だよ。やらなければいけるからこの試合。おい、ナイス。なんなら勝ってしまう、その勇気に乾杯。ちょっと恥ずかしい、途中で言ってて。さあ、これはうわー、見てからオケレー。そして脱出速度バカ早い。よし、かしこれ男のエリア海岸から入る。オッケーオッケー。いやー待って、きついぞマジで。おでおぶね。しかし無敵スキルには無敵スキル。オッケーオッケー。いや、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ドフィー今の立ち回りいいとこ取り後ろから圧倒的いいとこ取り。ありがとうございます。いいね、ドフィーくん、いいね。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。ちょっとアロンパックばっかだな。でも裏ね、ちょっとドレスローザなんで、まあちょっとね、まあこっちの方がありがたいんですけども。来たなら海賊王集団、危ない。あ、やばいやばい、これでも向かってっちゃうな角度的にオーマイガー。 ありがとうありがとうありがとう、助かったよ助かった。痛い、2人目のカムサリか。まあまあいいだろう。さあ、こっちにはおでんくんね。いや、おでんくんマジ、あ、え、なんで見てから避けれんって、こんなんどうやったら避けれんですか、火力高いし。いやだけどね、俺今思ったのは、なんで俺の方に来た。いや、ロジャーの方に行けや。え、そんな俺ね。まあ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 、いいでしょう。じゃあここはカタクリニアンでもまあ叩きに行こうかな。なんかうまそうじゃない、この通常攻撃移動って。まあ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 、無警戒すぎたね、あっち。渋いな。おい、今当たんないでしょ、あの距離は。あの距離は当たりませんって。あっち行こう、あっち攻めよう。あっちはもう大丈夫だ、オッケー。さあ、ここどうしようか。このカタクリうまいしな。おいおいしょ。あー、うまい、このカタクリうまい。ダメだ勝てないダメだ、この片栗うまいから勝てない。やめよやめよ、本当にそういうもう上手い人にはもう本当に。あー、見てなかった。まあまあ今日は違うから、今日はドフィラミンゴの動画だからさ。あー、やばい、あそこやられてしまってる。これは確実に俺のせいだ。まあしかし任せてください。危ない、危ない。よし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 、こんなにスキル避けれるキャラ、何の気絶。痛い痛い痛い。通常攻撃3発好き。待って、スコアが154。まあ知的ですね、相変わらず。オッケー、ここからブーストで逆転すればいいんで、今から逆転します。はい、任せてください。オッケーオッケー。さあ、移動ブースト。さあ、カムサル狙ってますね、の感じ。おい、みんな見えてるよ。あ、やばいやばい、オープン。痛い痛い。まずい、スコアが204だ。ブーストなのに1回も何もしていない。しかしこっから試合に勝てば、そう、つまり知的、ありがとうございます。今回は知的ということで、もうやっていきたいと思います。オッケーオッケー。さあ、オッケー。おい、一発2発、よいしょー。これね、もうなんかね、今のキャラ機動力ありすぎてね、なかなかあれなんですよね。うわー、これ逃がしちゃうんだよな。危ない。オッケーオッケー、無敵スキルには無敵スキル。おいおい、気絶させてしまったぜ。オッケー、俺の魅力にな。待って、これどうしよう、そんなこと言ってる場合じゃない。あ、待って、やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー、あるぞあるぞ、これあるぞあるぞ、これめちゃめちゃある、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 めちゃめちゃにある、めちゃめちゃにある。うん、
なかった。はい、ということで4戦目やっていきたいと思います。いや、今回ね、相手おでんいないんですよね。もうその時点で勝ち確っすね。いや、やっぱおでんさ、やばいよな。もう脳筋でなんか旗取れんじゃん。いや、最後の黒ひげだってあれ見てたのにさ、やっぱあんだけ移動スキルあってさ、吹っ飛ばしがあってさ、え、誰があんなんさ、やばい、やったわ。こう当たんないみたいな。オッケー、当たんない。さあ、大丈夫。さあ、もう一つのスキル使っちゃったね。オッケー、一発2発、よいしょ。オッケー、これはスキルの出が遅すぎて、うん、ダウンさせられる気がするって言おうとしたらダウンさせる。おでん、いや、おでん、こっち来て。オッケー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 。まあ意外とね耐えてるから。オッケーオッケー。さあ、こっちですね。カムサイソースを溜まったっぽいっすね、この感覚。俺にはわかる。やばい、ここ当たんない。オッケーオッケー。セーフ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 。いや、意外と耐えたね。おーおー、そっか、1位になったから今、え、回復した？1位残ったってこと今。え、強っ。おい、それは大丈夫。さあ、じゃあここら辺からだったら当たるんじゃん、逆にね。あ、当たっちゃった。俺が当たっちゃった。まあ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 、オッケーオッケー。じゃあ、あとは赤郎くんで無双していこうかなと思います。いや、おでんやっぱいないと楽だわ。なんか、ね。ロジャーもさすが、それはいない方が楽だよ。いや、おでんもね、いない方が相当楽なんですよね。やっぱり僕からしたらね。え、そっち？どこっちんだよ。まあ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 、いいや。さあ、ここは、うわ、やられた。それはやられた。うまいっすね。一発。はい、逃がすか。メース、オッケー。硬くないか。あ、でもブーストでね、やっぱワンパンできないっていうのは。あ、当たるの俺。ダウンしろ。オッケー。あ、ごめん、やった。まあ、そのスキル使わせた。どう、赤郎、もう一人の赤郎、そのスキル使わせた。あ、オッケーオッケー。2陣目取れんじゃない、これ。オッケーオッケー、取れてる取れてる。じゃあ地点いきましょう。やっぱおでんいないとめっちゃ楽。マジで楽これ本当に。やっぱね、あの機動力にあの無理やりお宝ダッシュはやばいて本当に。うわー、回避しないか。いやー、渋いぞこれは。これで、うわ、もう一人の、もう一人の、ちょっとロックおいよー、ちょっとー、いた。オッケー、ここ、オッケーオッケー、ナイス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 。おー、いいね。さあ、もう一回カウンターショックするんじゃない。オッケーオッケー、分かってるよー。さあ、ここだー。まあ、ロジャーもやばいねロジャーもやばいけど、旗取られない時点で結構俺の中でありがたいんだよね。まあオッケー、赤ろ赤ろ、あと赤ろで、ブーストは来るんで、まあ多分大丈夫っすね、これは。うん、多分勝てる。これトリギワーメスやれば、おお、メース。オッケーオッケー。うわ、耐えた耐えた耐えた。バカ肉は食わせないような立ち回り。はい、おい。さあ、ここはじゃあいただきましょうか。おい、一発。オッケー、やっぱね、強いわやっぱ赤郎ね、強いわね、使いやすい。ありがとうございます。カウンターしよう。ありがとうございます。はい、ということでラストやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いしますと。いやー、まあドフィーね、まあきついけど、まあやっぱ楽しいね。なんか頭使うキャラって楽しいっすよね。なんか違うゲームやってるかのごとく。ごとくってなんかね、最近カッコつけるね、なんか俺。オッケー、それは多分お宝エリア外出る。オッケー、取れた、ナイスナイスナイス。オッケー、カムサリ使ってる、ナイス。それでもう一つのスキル使っちゃうんじゃない。オッケー、セーフ。うわ、あぶれ、あ、あぶれ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 。でも相手ね、いないんですよ、ディフェンダーが。つまりドフィーが頭使うステージだと思いきや、マリンフォートだからなかなかに厳しい。それだけだ。さあ、ここどうしようか。ナイス、任せろ。危な、本当にカムサリ危険だわ、本当危険だわ。オッケーオッケー、ここら辺でやっといてと。さあ、いけ。危ない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 。セーフセーフセーフ、生きてる生きてる。おお、ブラックナイトがね、いい感じに今守ってましたよ。はい、さあ、やっていきますか。さあ、俺もごめんと言っといて。さあ、ブーストが多分もう来るんで、多分移動ブーストも入るんでね、多分 C 地点は間に合いますね。オッケー。さあ、ここはやると見せかけてやんない。おい、メース。オッケー、ここは守っていく。さあ、 C 地点だね、次は。オッケー、カウンターショック。あー、ジャスト回避投げ。あぶねえ。裏だー。ロジャーを引き剥がす動きですね、これは。うん、バカ肉だよね。うん、分かってたよ、なんかそんな感じしてた。一発二発。おい、一発二発。これがバカ肉の力じゃと言いたいところだったが、意外と。あれ、片栗守ってないのってか。あれ、まあ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 、人それぞれですからね。さあ、これはあのスキル。オッケー、ここだ。オッケー、メース。おぶね、おぶね。うわ、いった。
ちょっと待って、まずい。録音が話せ、早く録音が。おい、早い、出しとくの。一発二発、一発二発。ダーツ。カウンターショックあるよ、俺。あー、カウンターショック、オッケー。 いいね、アカロー、やっぱ面白いわ、使ってて、うん、やっぱね、面白いキャラ最近多いね、なんかこうやって見ると。いや、裏のおでん様がなんか無双してるんだよね、ここ。オッケー、とりあえずメスをやって、しかし俺はもうやられるすんぜ。いや、無敵スキルな、やっぱゲッターが無敵スキルって強えな、うん、やっぱ強えな。オッケーオッケー、でもブーストきますね、これ。もう一回、オッケー、多分間に合うね。回復ブーストに、あ、間に合いそう。おー、ナイス、いいね。じゃあここだね、うん、あっち間に合わないから。オッケーオッケー、いや、これどうしようか、これ頭使う、こういうのめっちゃ楽しい。よし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 、ここ行った、オッケー、ここだったわ、単純に、単純に脳筋だったわ。オッケー、カムサリない、で、あっち行く、あっち行っちゃう、オッケー、で、ここも取れる。さあ、いいね、ドーフィー、この動きよ。オッケー、おいおい、一発二発三発、オッケー、ナイス、一発二発、おい、中で倒れる、ありがとうございます。いいね、楽しいわ、なんかね。はい、ということでね、今日の動画終わるんですけども、やっぱね、ゲッターって楽しいっすね。やっぱドフィーとかローとかそういう系の、やっぱ戦闘性の高いローを、まあ移動の性の高い、まあドフィーみたいな、なんかこのコンビいいわ。バイバー。